んなことはないと思うけど。やるじゃん。一年生様のお呼び出しだぞ。結構かわいいな、僕のタイプ。君も隅に置けないね。おばあちゃんに聞いたんだけど、あ、はい。私のひいおじいさんの妹なんですって。やっぱり震災で亡くなっているの。なんでも銀座に行ってて、彼女一人だけ火事に遭って亡くなったんだって。曽祖父もいたけど無事だったの。あやめさんだけ縁談が嫌で逃げ出して火事に巻き込まれたって。逃げなければ助かったのにって、ずいぶん辛かったみたいよ。あなたのひいおじいさんのところに行ったのね。かわいそうよね、あやめさん。何かしてあげられないかな。あ、そうだ、私、いとこがいるのよ。親戚に神主がいるんだけど、そこの息子が霊能あるって。神社っていろいろ持ち込まれるんだけど、霊的にまずいものもあってお祓いするの。彼だって言ってたもの。あやめさんのこと相談してみたらどうかな。何よ、私のいとこをバカにする気？他に何か考えつくんですか？そうすれば、どうせあなたの家にいるんだし。私には見えたもの、見えるんじゃない？知られると評判になってテレビの取材来たりして。そうだわ、考えてもいなかったけど、あなた取り憑かれてるってこともあるのよ。衰弱して死んじゃったらどうするの？体大丈夫？
どうして？ところで、幽霊って寝るの？でも、見てもらおうよ。あやめさんに悪気がなくても、そばにいるだけでも何か影響があるかもしれないでしょ。今日は？私、部活あるけど、その後なら。そうね。じゃあ、向こうに連絡入れておきます。すっごく親密そうに顔を寄せて熱心に話してた。私、信じてるから。親友の私に隠し事しないよね。いつか打ち明けてくれる？へへへへ、異種格闘大会のチケット、いやー、あれってなかなか手に入らなくってね。情報通のこの僕が知らないことがあるなんて許せないんだ。さあさあ、バイトでしょ。駅までご一緒しましょう。待っていたわよ。大量にバラが入っちゃったの。ごめんね。そうなのよ。感謝してます。お茶とお菓子のサービスさせてもらうわね。
奥よ。お店お願いね。ガリガリさんよりグラマーな女性の方が好きよね。ほらさ、だってよ、大きくなんないと相手してもらえないよ。ご飯食べにいらっしゃいよ。うち下宿すればよかったのに、息子のようなものなのに遠慮するなんて寂しいわ。お母さん、お鍋かけっぱなしだよ。あら大変、ご飯食べててね。バイトもう終わり？食べてく？
う洗濯物溜まってるでしょう。明日でも行くね。ご飯誘われたでしょう。ここで終わりにする？用事があるの？なら送ってあげるわよ。お弁当ですか？コンビニ。私が入れますわ。これ…私、幽霊なのですか？なんだかすごく怖いって記憶はあるのですが、本当に幽霊なのですか？幽霊ってお話に出てくる怖い人ですよね。恨めしやって言わないと。とんでもありませんわ。恨むだなんてそんな恐ろしいこと。でも不便ですわね。せっかく私のためにお弁当をくださったのに。いる？持って行ってって。おかず冷蔵庫に入れとくね。どちら様でしょう？誰か来てるの？私、幼馴染のリオって言います。妹
妹みたいなものです。あなたは？アサギリ、アヤメでございます。よろしくお願いいたします。大丈夫なの？そうなの。結果を教えてね。うん。でも危ないことしないでね。もし何かあったら私。
何か体が重いような気はしますけれど。お起こしするのもダメでしょうか。